皆さんこんにちは日本の隣にはまあ厄介な国がまあいくつもあるという本当に見ていますとありますよねパッとをかぶだけでも4つありますでしょ、えー、本当にあの日本というのは位置的に相当まあ辛い位置にあるわけですね多くの人があの日本列島がねせめてのハワイぐらいまでのところにあればと。 いうふうふにあの考えたことあでも日本としては、えーまあ、どうしてもねこうした軒を接する国々と、えー、できればもう本当は仲良くやっていくのが一番いいということでいろいろねあの国は苦労してきたわけですが、えー、今回、まあ、習近平中国国家主席のですね国賓の訪問と。 いうことが予定されていたわけですが、えー、これが今回の、ねまあ、大きな騒動が起きてますよね、えー、武漢発の騒動ですね、えー、これで、えー、今はその時期ではないともう当然自分の国に集中しなければいけないということで、えー、これが延期になったわけですね、まあ、一部での取りやめになったという報道されておりましたけど正確にはあの延期という形で調整が進んでいるわけですね。 でこのまま今の騒動が収束していけば、まあ、11月ぐらいには、えー、これが実現するのではないかということなんですね。まあ、ただ習近平氏の失脚の話もねちらほらと出てきているということで、まあ、可能性としては、まあ、そんな高くはないにしても、まあ、何かが起こればこれは一気に そここまででいく可能性ももななきにしも表すというとうろなんですね現状ではこのまま推移していく可能性も高いわけですが、えー、この習近平国家主席の国民訪問ということをとりあえずこれはあの先に伸びたわけですね。でまあ,あの私も個人的にはこのいわゆるこの独裁国家の長がですねいろんなところでこの人権を弾圧し言論を弾圧した。 こういう国の長を国賓として招くことについてはこれは少し前に習近平氏の国家主席国賓訪問是か非か、まあ、こういうような動画でね私あの述べさせていただいたんですが基本的にはこれ今も変わりませんただしそのこととですね一旦国賓として招くことを決めたと。 いうこの国と国との,この約束をです、ね、破ってこれを格下げにして迎えるという話とは全く別のものなんですね。えー、これは、ね、格上げにして、ね、対応をするということはあるにしても、えー、国と国との約束,約束を破って格下げをしてこれを迎えるということは外交上、まずありえないことなんですね。 もしこれをやったとしますと、えー、日本はね、今後の国家として存亡の危機に陥る可能性さえ出てくるわけですね。まあ、そのぐらいのことがやりかねないということなんですよ。えー、あの感情的にね、これあの、国民なんか迎えるべきじゃないから取りやめろというのはもう簡単なことなんですが、まあ、そういうことはもう現実的ではないということなんですね。そういうことをやって、も責任を持てるのかということなんですよ。 でこの際、伸びたわけですから、えー、実は、まあね、これ、訪問は1泊2日ぐらいにしてですね、そうすればあの、国賓訪問ということはちょっと難しいわけですね。国賓として迎えるにはあの、やはり2泊ぐらいが必要になりますので、えー、そういう形になれば、自動的にね、国賓から、いわゆるこの賓客と、これはもう、えー、双方を納得した上でのことになりますので、まあ、こういう形で迎えると。 まあそれででもも手厚くもたなせばいいわけですねこういうふうになるのがもうベタではあるわけなんですが、えー、これはちょっとまあ流動的ですね。ただ今回ねこのタブーを破ってこういう、まあ、国いわゆるま同盟国でもないと、ね、その上人権を弾圧している国の長こういう人を国員として迎えるということについてですね えー、政府内部ではやはりそれなりの思惑がこれあるわけなんですねないはずがないんですよでこのことは、ね、一般の国民はうかがい知ることがなかなかできません、えー、中にはねああの、まあ、私はの以前ねの動画で、えー、一般の国民には知らされていない何らかの理由があるんだろうということをあのお伝えさせていただいたわけなんですが、まあ、実際あの中にはね あのい,ろんいろんなことを自分であのネットで勉強されたりあるいは本読んだりしてえまあどういうふうに考えてもねどこをどういうふうにこうあの考えてもえ国民として迎えるその合理的な理由を説明つくようなことは何にもないと思うんだがというふうに思われる方もいるかもしれません普通はそう思うと思うんですねまあしかしあの国というのはですね え国家、国民という規模で動いているわけですね。えー、またあの、安全保障、外交、国際関係、こういったものを総合的にあの動いておりまして、えー、ネットでいくら、ね、勉強してもね、そこから見えてくるものはもう、えー、国の内部の半分にも満たないわけですね。も,うもっと何分の1という程度のものしかあの把握することができませんし、あの出てきてはおりません。 えまあそういう特にね秘匿性の高いものになりますとこれはもう国家機密的なレベルのものになりますともう全く伺いすることはできないわけですね漏れてくることすらこれはもうほとんどないです、まあ、そういうね何かの辛抱の遠慮があるんであろうということが、まあ、あのがい知れるわけですねこれはほぼ間違いないと思います それが、ね、納得できるものであるかどうか一般の国民には分かりませんよあの出てきておりませんので、えー、まあただの国がそういう形で動いているということは何かあるわけですね私が思いますのはねあのいろんな周囲のそういった、まあ、関係者の方そういった人たちのお話なども通じて、えー、考えられることはですねやはり国の未来的なこの安全保障について まあ相当踏み込んだものがあるというふうに思うんですね。えただね、あの相手がまあ中国という国、えー、過去にも何度か、ね、恩をあだで返すようなことをしている国です。二円の,の周辺にあるこ四か国、恩をあで返す国ばっかりでしょ。まあ、そういうことから、よほどね、これ、注意してかかっていかないといけないわけですね。 まあただ、日本の外務省には親中派と言われる人たちがまあ結構いるんですね。えー、この親中派というのは、もう親中というよりも美中派というふうに言っていいんじゃないでしょうかね。例えば、う石破茂が次期総理の最有力候補なんて言われておりますけども、私はあの石破茂がなってうはもう絶対ダメだと思いますね。石場しげるは 外務大臣やっている頃からもう中国をずいぶんと怖がっているようなふうにしか見えないわけですね、彼の発言を聞いてますと、でまあ、今ではすでにもう韓国に取り込まれておりますので、言ってることがあの、まあ、鳩山レベルなんですよね、これね、あの大事なことですので、またあの別動画を作ろうと思っております。 あのまあ、百田直樹さんなんかもね、こいつだけは絶対総理しちゃいけないということをねあの、話してましたけども、いや、本当にあの、それだけの理由があるんですね。私もちょっとあのもうびっくりしましたよ、彼の話を聞いてね。で、今日はちょっとその話じゃありませんので、えー、この習近平氏の国賓招待ということですね、これが11月に以降にずれ込んだと。で,できれば、まあ、本当は 国民というものをね、とれえー、一段階下げて貧客という形でなるのが一番いいのかなとは思いますけれども、国がどういう形でね、考えていることがあるのかと、いうことを思いますと、もし国民ということでこれを招いて、それが本当に大きくプラスになるようであれば、あこれはあの一番いいことでもあろうというふうには思うんですね。 でこの国賓招待について、えー、特別あの米国側から、ですね、裏の,、まあのルートを通じていろんな接触があ,、まあ、あることはあるんですが、あのこれについて思い出だって沖縄の反対を言ってきていないということを考えますと、やはり何かあるんだということは間違いないと思います。